視野の中で、いろいろ感じたんだけど、特にそのなんかゆみさんが言ってくれたそのいつも日常の自分とこうなんていうかこういうアクションしてる時の自分のこの離れ具合っていうのを一つにしたいってすごいそれの気持ちと俺もすごい分かるというか、今日フリーハグしてる時の自分といつものこう自分っていうのがいて、で俺はそのどんな自分もこのいろんな活動する中で全部 OK にしようと思って、これを無理やり一つにすると僕最初それを一つにしたくて普段から発揮してたんですよ。いつも祭り、いつもこの爆発力がある方がいいんじゃないかと思って、そしたらまあある人にすごいちゃんと怒られて、俺はそれで、でそういうなんかそれはなんかどんな自分も最初バラバラに全部愛してあげたら気づいたら一本の道に入っているということをなんか俺この4年間ですごい感じていて、で例えば今日も俺この格好をこうやってこういう感じにしてたんですけど、これ最初はこれを着るつもり全くなくて、何気なくヒデさんがバティ君は面白い格好した方がやっぱいいなって言ってくれて、でも全然面白い格好したくないなと思ってたんですけど、今日朝起きて急になんか地球だったらすごいワクワクするなって、なんかその瞬間自分をこう感じて、まあ時間ある範囲で作ろうかと思ってこれ作ったという、なんかその、まあ、何が言いたいかというと、フリーハグをできる自分とかフリーハグたくさんできた自分とか、僕始めた時はとにかく外にエネルギーがすごい向いてて、何人できたかっていうのすごい特化してた時期があって、とにかく1日100人ハグしようとやった時、1時間 で実際その時100人ぐらいできたと思うんですね。わーとにかくやったと。で例えば4年後今回もう僕なんて延べ何千人とハグしてきたか分かんないですけど、今日なんかは僕外にほとんどエネルギーを向かないわけですね。みんなの空気感が良くなるようにボードを掲げてるぐらいで、ほとんど僕仲間とハグするのが最近趣味というか、もう ほぼそれしかしてないです俺。僕はで、なんでかというとこの瞬間のエネルギーをみんなとこう、なんていうか、つなげる方が今好きだというだけであって、昔と全然フリーハグの遊び方も変わってきてるんですね。で、なんかみんなにとってフリーハグって答えは全部違ってよくて、で、多分今日これから橋本さんもそうだし、今までこれからもたくさんの人がフリーハグっていうのを通じていろんなことを感じていくだろうけど、僕全部 OK にしたいんですよね、この世界本当は。で、じゃあその代わり絶対後悔しないように今この瞬間を愛し切ろうといつも思ってます。だから逆にね、子供が生まれたりとか、例えば情勢が不安定だっていうこともちゃんと自分の中に入れた時に、じゃあ後悔しない行動ができるって、このなんかすごい恐れでさえも自分のちゃんと一歩に踏み出してくれてるというのをすごいいつも感じるというか、だから僕からしたらこんなこと言うとちょっとライブだから怒られちゃうかもしれないですけど、なんか全てのその怒りとかも受け止めながら、でもこの目の前の人のことを愛すということに全てが詰まってるということを本当に思い込める瞬間もあるから、まあ今日これから夢宣言するのは、俺が今なんでこのフリーハグやっていて、そしてどこに向かっていて、それが何のためになるかはもう自分たち人それぞれ任せますというか、なんていうの、何のためにっていうのはそれぞれ動機が全員違っていいし、ただ俺は何のためにって言われたらもうこの命のためにというか、俺が生きてる意味は多分そこに向かっているからやっているということしか言えないというか、動機が。だからやりたい人が本当に命かけてっていうか本当にやればいいし、
まあちょっと長くなっちゃったんですけど、要は自分のど真ん中を生きてください。そしたら絶対に世界が自分が本当に望んでる方向にしか行かないということをもういい加減人間は気づくはずだし、だ僕ね本当に子供たちよく知ってて、本当子供たちってすごい自由にさせて方がいいなっていつも思ってるんで、なんかした真剣な気持ちはちゃんと受け取ってこうなんとなくのちゃんと性内になっていくので、まあ何が言いたいかというと、ここにいる人たち全員に伝えたいのは、自分のど真ん中をとにかく生きることしか、あとやることないので、それだけをとにかく生きてくださいということです。なので、フリーハグでも何でも僕はそれしかやってないので、ぜひそれをやってくださいということですね。以上です、ありがとうございます。面白い。